JR 四国の観光列車、車物語のの新ししい車両がきょう公開されました。JR 四国の特急列車を改造した2台目の「伊予灘物語」は3両編成で初代より1両増えました車両は「伊予灘の波」と「夕日」をモチーフとしたシンボルマークなど初代のデザインをほぼ継承していて洗面鉢などには引き続き戸部焼きが使われています 一方、新たに設けられた貸切の個室は、海向きのテーブルに二人掛けのシートが4つ配置されていて、美しい景色を楽しみながらゆったりとした列車の旅を楽しむことができます。また、接客を行うアテンダントの新しい制服も今日うお披露目されました。春夏用は沿線に降り注ぐ太陽や柑橘が、秋冬用には 夜灘を染めていく夕焼け空がそれぞれイメージされています直接的にはです、ね、収支を大幅に改善するという、その収入ベースではないんですけれども、観光列車の存在を通じてです、ね、四国の鉄道、あるいはです、ね、四国の観光を盛り上げるです、ね、一つのツールとして頑張るようにしたいと思ってます。 二代目のイオナダ物語はことし4月2日に初運行を迎えます。